こんにちは。今回はですね、ちょっとインスタ360X3 用のアクセサリーをサンプルでいくつかいただきましたので、開けて使ってみたいと思います。ブラックフライデーセールでカメラもアクセサリーも結構安くなってるみたいなので、購入時の参考にしていただければと思います。X3 自体も 10% ぐらい安くなってますので、なかなかのチャンスじゃないかと思います。で、いただいたのがこんな感じなんですが、まずはこれを開けてみたいと思います。これはですね、マイクウィンドマフといって、外で使うときなんかに風切り音がマイクに入らないように、入らないというか、弱めるためのものになります。2個だけ入っているかと思いきや、たくさん入っていました。両面テープ付きのマジックテープとスポンジが6個ずつ付いています。取り付けは非常に簡単です。マイクのところに、この両面テープが付いたマジックテープを貼ります。真ん中に穴が開いてるんですけど、マイクの穴にちょうど合わせます。そしてスポンジをペタッとつけるだけです。両側つけてみました。なんか耳当てがついてるみたいで可愛くなりましたね。使わないときはこのマジックテープのところを剥がして外すことができます。で、持ち運びのときにこの付属してきたケースに入れようと思うと、今度はマジックテープが引っかかって入らなくなります。そこで登場するのがこのレンズキャップになります。これはもう本当にゴムでできてるんですけど、レンズの部分だけを覆うようになっています。気軽に装着できます。マジックテープがついていても付け外しができます。次はこれです。スティッキーレンズガードです。で、中身はこんな感じで、スペアの固定用の両面テープがたくさんとレンズガードが前後1個ずつついてきます。プラスチックのドーム状のものになります。前と後ろと一応形というか厚みがね、違うような。これね、やっぱりレンズが飛び出してるんで、ハードな使い方するとね、レンズを傷つけるんじゃないかって心配される方も多いと思うんですけども、私も結構ハードに使ってるんですけど、今のところレンズもね、傷がついていません。結構硬いのかなと思います。装着は非常に簡単で、両面テープでペタッと貼り付けるだけです。レンズの周りを、ちょっと上下とかありますけど、その辺気をつけながら貼るだけです。数十秒でできてしまうと思います。取り付けるとこんな感じになります。もともとのレンズよりは当然ですが、少し出っ張りが大きくなります。やっぱり安心感が違いますね。ただ画質の劣化が気になる方もね、いらっしゃると思いますので、後ほどテストしてみたいと思います。次がこれですね。クイックリリースマウントになります。これはですね、三脚のネジ穴がついたクイックプレートがあります。それとこの下側はアクションカメラ用のマウントがついています。こうしてネジ穴のついたカメラにつけておいて脱着を一瞬で行えるようにするものです。360X3 は三脚ネジで固定するようになってるんですけど、若干ね、回すのがめんどくさいんで、頻繁に付け外す場合はこういうのを使うと非常に便利なんじゃないかと思います。一瞬で着脱可能になります。で、次はカーボン製のセルフィースティックになります。むちゃくちゃ長いやつです。こんな感じのナイロンの袋にも入っています。そして中身がこれですね。カーボンの目が非常に美しい、そして細い。釣り竿みたいな感じですね。先端がネジになっているので、カメラ X3 に直接ねじ込むことができます。これも後ほど試してみたいと思います。次はですね、何やら大物なんですが、こんな感じの巾着袋に入っています。そして中身がこれです。これはですね、バックパックなどを背負っている状態で、後ろから自撮りするために、後ろにこう自撮り棒を伸ばすための、なんていうのかな、ハーネスみたいなものです。この下の部分は自在金具みたいな、これバイク用のマウントと同じなんですけど、それがついています。それをいろんな形のリュックに縛り付けるための長めのハーネスがついています。で、次はですね、チャンピオンベルトみたいなものなんですね。これ腰ベルトで、後ろに、後ろでも前でもいいんですけど、自撮り棒をやはり伸ばして、両手を開けた状態でこう自撮り棒を体に固定することができる、そういうアイテムになっています。これは自撮り棒は付属してこないんですけど、自分が持っている自撮り棒を使うことができるんだと思います。角度を調整できるようになっています。で、次はですね、サードパーソンバイクテールマウントというもので、
第三者視点で後ろからこう撮影できるようなアイテムになります。アルミのなかなかしっかりとした鋳物の製品です。でクランプが2つついてますね。こんな感じでシートポストに後ろ向きに取り付けて自撮り棒をつけて使うものになっています。この自撮り棒も付属してくるんですが、自分で持っているものでもいいかと思います。70センチぐらいでしょうか。どんな映像が撮れるのか後ほどこれも試してみたいと思います。今度はサードパーソンバイクハンドルバーマウントというものです。ハンドルバーに同じように固定して今度は前から撮影するためのアイテムです。シートポスト用と同じでアルミ製の非常にしっかりとしたアイテムです。これはカーボンのこういう自撮り棒がついてきます。軽い、そして適度にしなるものになっています。でマニュアルにあるようにフロントにハンドルバーにこんな感じで前向きに取り付けて使います。では以上になりますが、今から実際フィールドでテストしてみたいと思います。でレンズガードもウィンドモフも取り付けた場合は設定を変更する必要があります。レンズガードがついているというモードにします。これも後で編集時にも切り替えることができます。音は風切り音低減モードとステレオがあるので、今回ステレオでテストしてみたいと思います。でこれがさっきの長い3メートルのカーボン自撮り棒になります。縮めた時の長さはこの太い方のものよりは長いんですが、かなり軽いです。太さも細いです。これ持って歩いているんですが、いかがでしょうか。ちなみにこれレンズガードがついている映像になります。どうでしょうか。かなりちょっと曇ってね、暗い日だったのでいまいちこう綺麗ではないんですが、今度はレンズガードなしです。先ほどの映像と画質の違いがあるでしょうか。私の目には違いは見えませんね。でちょっとよくわからなかったので、再度次の日なんですけど、太陽に向かってこう逆光状態で撮影をしてみました。太陽がこう映っている部分から若干カバー付きの方がこうフレアのようなものが多めに出てますが、画質自体はほとんど変わらないように見えますが、いかがでしょうか。今度ちょっと持って走ってます。で今シャキンって伸ばしたんですけど、伸縮がほとんど抵抗なくシュッて伸びるので、こう周り気をつけてやらないとあれですけど、シャキンって伸ばすことができます。今度はこの腰ベルト的なやつですね。ちょっと後ろ側でまず試してみますが、普通後ろですかね。でこんな感じで伸ばして、アプリでどんな映像になっているのかまず自分を確認してみます。結構面白いですね。これが歩いている様子です。ベルトがむちゃくちゃ目立っちゃうんで、うまく服の下とかに隠してやればね、棒だけ出る状態にしてあまり見えなくなると思いますけど、これテストなので外にやっています。ちょっと走ってみます。結構揺れますね。当たり前ですけど、ちょっと角度も下げてみましたが、上下に揺れています。でも誰かに撮ってもらってるような映像で、ところどころ使うと面白そうですよね。で短いと面白くないので、ちょっとさっきの3メートルの自撮り棒をつけてみました。装着は非常に簡単です。ただちょっと長すぎてですね。引っかかってる、ごめん。ちょっと。で後ろばっかりも面白くないので、ちょっと前側に回してみました。こんな感じになっています。ですね、こんな感じの映像が撮れてしまいます。結構ブレてますけど、前から誰かが撮ってくれているような映像になります。今度はこの状態で、もう一回後ろに回して、自転車に乗ってみます。これ結構いけるんじゃないでしょうかね。こう狭いところを通ったりすると面白い映像を撮れますね。これアプリで自動追跡にしています。私がずっとこう真ん中に来るような編集になっています。いいですね。なんかちょっと上からドローンで撮影してくれてるような映像にもなります。次にですね、シートポストに金具を取り付けて後ろから撮影できるアイテムを試してみたいと思います。アルミなんでね、本当にカチッとしていて、たわんだりは一切ありません。でここに自撮り棒をつけます。で後ろから撮るとどんな映像になるんでしょうか。ちょっとね、角度が低すぎましたね。
まあ、ロードとかで綺麗な道で綺麗な格好して後ろから撮るとね、様になるんじゃないでしょうか。まあ、おじさんがガタガタしたところをマウンテンバイクで乗ってるのは、まあ、あんまりあれですかね。今度はハンドルに取り付ける金具をつけてみたいと思います。ハンドル径は 25mm から 32mm なので、このようにちょっと太くなっているハンドルでも使うことができます。でダブルクランプで固定します。でこれね、上下間違ってます。この時はちょっとマニュアル持って行ってなかったんでよく分かってなかったんですけど、これ反対かなとか言いながらつけてるんですけど反対でした。そして前にこんな感じでカーボンの自撮り棒を伸ばしてみます。あ、いいですね。どんな映像でしょうか。あ、ちなみにこれバイク、マウンテンバイクじゃなくてロード用がおすすめらしいです。まあ、道走るぐらいってことですよね。山をガンガン行くタイプではないようです。今これステレオ録音になってますか、どうでしょうか。今度は風切り音軽減モードにして風防を外してみました。音質の違いがあるでしょうか。で次はですね、バックパック用のハーネスをつけてみました。こんな感じでショルダーベルトに巻き付けるような部品もついています。部品というかストラップがついています。大きめのリュックであればかなりしっかりとね固定できるんじゃないかと思います。今日はちょっと小さいバッグだったので、まあこんな感じになっていますが、実際どんな映像がじゃあ撮れるのか見てみましょう。おお、なかなかいいですね。なんかあ、ちょっと走ってますけど、ロールプレイングゲームで後ろからなんか撮ってるような、まあブレますけど、これ大きなリュックでしっかりと固定すればブレもね少ないんじゃないでしょうかね。一人ぼっちで遊びに行く時も誰かが後ろから撮ってくれているような映像を撮影することができそうです。でこれちょっと翌日なんですけど、やっぱりフロントのハンドルバーのマウントが上下逆だったので、正しい方向で取り付けをし直してみました。でカーボンの自撮り棒をつけてちょっと走ってみたいと思います。で後ろ側もちょっとシートポストに再度つけてみたいと思います。昨日ガタガタしてたんで、もうちょっとこうオンロードの綺麗な道を走ってみたいと思います。でリア側はちょっと伸びる方の自撮り棒で角度を上げて撮影してみたいと思います。うちの近所の激坂を登っております。まあ、知ってる方は知ってると思う坂だと思いますが、前から見るとこんな感じです。まあ、やっぱりオンロードなので揺れも少なくていい感じですね。これも自動追尾での編集になります。今度は後ろにつけて伸ばしてみたいと思います。乗り込む時にね、足を引っ掛けないようにちょっと気をつける必要がありますが、後ろから見るとこんな映像になります。昨日の映像よりはねかなりいいんじゃないでしょうか。あ、いいですね。これちょっと遠目にしてるんですけど、もう本当に誰かが後ろから撮ってるような映像になっています。で今度はカメラをフロントにつけたんですが、自撮り棒自体は短くするとこのぐらい短くなるのであまり邪魔にはなりません。じゃあ今度前から撮ってみたいと思います。今度下ってみます。おー、いいですね。でですね、これ右はモーションブラーっていうのをあえて編集時にかけてるんですけど、すごいな、映像が流れてスピード感があると思いませんか。でこれは X3 での撮影なんですけど、インスタ360の Go3 とか、この間出たばっかりの Ace Pro とかもこういうエフェクトっていうんですかね、モーションブラーをつけることができるので、まあ、編集時にねかなりいろいろ楽しむことができます。という感じでいかがだったでしょうか。今回は X3 用のインスタ360の純正アクセサリーの紹介でした。やっぱりそれぞれこう用途がありますので、まあ、その用途に合わせたものをうまく使うことによって、まあ、カメラの性能がねフルに発揮できるんじゃないかなと思います。詳しい情報は下にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。